どうも福岡石本芸歴4年目、えー、改めましてバレーボールを12年間やってます米澤と申しますそしてえぇ、ー、探して言ってるやろ切りすぎやって <laughs> 急にまだ1回目やから言ってるやろって言うけどいやそのずっとね放送はこれ始まってからずっと言って,っ言ってるけど、うん、その初回これが初回の人もいるからああ あーってなんや <laughs> その目線があるね <laughs> なんやその切れすぎやってお前 <laughs> さすがさすがいねじゃないのよ <えー S 1> じゃあ早速お願いいたしますいつものいつものやつやっちゃって <laughs> あの交通情報入ってますねはいはいえ令和4年秋の全国交通安全運動の実施についてちょっと言いたいと思いますはい令和4年9月21日から30日までの10日間 令和4年秋の全国交通安全運動が実施されると、はい、また9月30日金曜日は交通事故死ゼロを目指す日ですああらしい n e x c 西日本では秋の全国交通安全に対し交通安全啓発活動を実施していると交通ルールとマナーを守って安全運転へのご協力をお願いいたしますああんじゃった もったいない,いです、ね、この言葉の事故が、はいっぱいお<え>、ええ、うまい九州自動車道のお知らせですからねそうですよだから改めてその東北自動車道というヘビーリスナーの方にどうにか引っかかるようにということで毎回呼んでおりますこれちょっと話変わるんですけどさ、うん、今このネクスコ日西日本の話で俺この前の YouTube で霜降り明星の粗品さんが「うん、知ってる?」「紙ツッコミ」みたいな。 なってなんかその東袋クロさん俺の「さらば青春の光」のがちょっとそのスキャンダル系が多かったりするやんそれでなんかその見取り図のリリーさんがそ,のそういうスキャンダル系が多いんすよみたいな森山さんが言ってああで森山さんが「のネクスト東袋なんすよ」って言ってああまあ受けたそこは爆笑問題さんとかもいらっしゃって受けた時に粗品さんが「いやネクスト東日本」みたいに言うなって言った。ああ えぐくないでもそのそれが瞬時にやっぱ降りてきてそれ,、うん、それみたいに誰も言ってないし、うん、それとも誰も思ってないとこか,から来たっていうのがやっぱすごいツッコミやなと思います、うん、目指してるやっぱ目指してますねそういうなんかこう発想がないというかう、ね、やっぱりこの淡泊なツッコミでいやそんなこと言うなだけじゃないそうですね 大体お前おいとかばっかりですからそれは相方としてどうなのおいしか言わないと思ってる相方ってそれが俺が頑張ろうってやめてそれが根源になるというか頑張ろうあそれが頑張じゃあ俺は「おい」でいいんやねもういやもうちょっと頑張りますじゃあツッコミをね成長していきたい成長していきたい元気の部分に助けられてますありがとうございますそれ嬉しいですねじゃあ早速タイトルコールいきたいと思います KOR インクルージョンのハンガーハンガー インンクルージョンのハンガーハンガーということで今回は第5回ですか皆さんメッセージたくさんあ,<ら>ありがとうございます、はい、いきます,きます第5回メール全読み解ありがとうございますたくさんのお便りが届いておりますおかげさまでねそうそうでしかもその好評らしいですから 全、ね読,ね、読み会っていうのがねなかなか <laughs> <た>、えー、このメッセージの中にもたくさん「地上波へ推薦いたします」というメッセージがたくさんきておりますはあ、はあ、チャレンジ企画第2弾 KOR を地上波へ達成でございますああ地上波へ推薦しますというメッセージが100通以上届いたらということで、うん、皆様からのメッセージが100通以上届いたということで 僕らもギリッギリまでわからなかったから本当に、ねね、俺らも何通と,とは聞かされてなかった上で、うんうん、いきなり LINE でね達成しましたということが来たんで、うん、もう俺らは大喜びでホッとしましたねホッ、ね、としました、うん、本当にねでえっと毎週水曜日、うん、19時から21時の2時間生放送という。 僕らインクルージョンで生放送するのは初めてだしね、10分コーナー番組とかは出てますけど、そこもいないからホストみたいな人は、いずれにして僕ら2人だけっていうのは初めてですし、うんで、僕らインクルージョンが毎月第1水曜日を担当してますので。 ちらもぜひ聞いてください。ハッシュタグ、キューパレで拡散お願いいたします。さあということで、読んでいきましょう、メールを。じゃあ、まず、前回の放送で、ラジオネームだけ発表させていただいたんですけども、ラジオネーム、ゴリ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 って何っていう方、そちらの方からです。いい男選手面白かったで、すで僕がペアリングを言って、俺、チェリーパイ。 圧勝したよねチェリーパイ圧勝の、はい、でペアリングのことを否定され、うん、拗ねている米沢チェリーパイは確かにエッジ聞いてるけどチラチラ見える変態感のある坂下 <laughs> <laughs> 俺いやいやそんなに見えてる変態感見えてたよ <laughs> はじゃあ俺でもねのこ,のこのチェリーパイのことに対して今やから言えることを1個だけ言っていい、うん、この聞いてほしいんやけどその過去の放送を聞いてほしいけどこのチェリーパイってお前が最初言った時に俺はもう頭の中で一瞬で欧米化が出てきたのよ <laughs> そのツッコミとしてね <laughs> <ー>いやトシさんの代表の欧米かがやっぱ一瞬で出てきたと、ねうん、でもそれは欧米かって言えるわけないや、うんこちらもプロとして、ねねうん、欧米かって言えるわけないけどもうが出たのよ。出たっけ？出た<な>出た。出たたれこれ過去の放送を聞いてほしいんやけど、うんうん、欧米かって言,言おうとしてもう。 いただからそれをちょっと踏まえてもう一回聞いてくださいいい男選手さあどちらもいい男とは言えないというのがスタッフの方の本音ではないかと思いました「好き <laughs>、はい、が綺麗ですね」は坂下のシャイそうなキャラにとても合ってたとお<ー>チェリーパイもいいってことで圧勝と言ったと。 恋愛下手なのはどっちなのかね米沢君こういった対決聞いていたら面白いのでまたやってほしいですと気遣いできる男選手権パンチラインが言える男選手権後輩に慕われる男選手権女性の心理を知ってる男選手権純粋に面白い男選手権などテーマはいろいろありそうですのでぜひお願いいたしますということでございましたでもこういう選手権系はやっぱちょっと確かにありやねあり今後ね気になるし確かに確かに そそれこそ後輩に慕われる選手権とかその純粋に面白い選手権とかもね、うん、後輩に慕われるとかに関してはもう絶対勝つもん絶対米沢や,ん <laughs> いやそれいやそれはお前はそのあれ今日はその飯誘ったりとかやろ、うん、ね、うん、飯誘ったりとかだからもう言ったらそれは金で後輩を買ってるみたいな感じで <laughs> 俺なんかその <laughs> まあ、その言っちゃ悪いけど、そのあんまりこの、どちらかというとお前とちょっと違って、ちょっとキッチな部分はやっぱあるやん。あお金をね。金はねそ金節約、うん、なのに、やっぱこう、なんですか、この慕われまあ慕われるというかね、この、なんですか、なんか出てるんですかね、その、なんか、カリカリスマ,リスマ <laughs> <ん>かましい終わりました、もう。どうも、米沢です。サカシターです、えー。皆様、聞いてくれてますか金、うん、曜日インクルージョンのハンガーハンガー。どうですか、サカター。 ぜひみんなで聞いてくださいお願いします <laughs> 自分で自分のことをカリスマって言った時点で終わりです <laughs> いやだから吸番がやれとるの京国さん以来よ <laughs> 自分のことを自分でカリスマっていうのはあの人だけ言っていいのは <laughs> 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 さあ続いていきましょう <laughs>、うん、ラジオネーム丹羽ジュルリさん<あ>初めて聞きました、うん、大喜利スペシャルされていてお題を送りたかったです、うん、僕たちがその大喜利の回全大喜利の回の時に聞いたのか、うん、そうね その時それを聞く前に出会っていればお題を送りたかったとああ芸人の方は大喜利が好きだという方とあまり好きでない方に分かれるようですとうん、うん、でみんな好きよねでも大喜利はいや好きってかみんな多分やりたいの<う>これけど得意不得意向き不向きの問題になってくるところ、うん、て大喜利というのは多分ねもうハードルがどうしてもかかってしまうからあの逃げたいというかね,いうねだからそこに挑戦するだからそれで言うとだけん 芸人の方は大喜利がその好きだ俺も好きやし別にでも得意かって言われたら別に得意じゃない、うん、で坂下はその好きやし得意やん、まあ、得意というかそのエッジの利いた回答もできるわけやん大喜利の方がいいその例えばエピソードトークとか一発ギャグとかになったら大喜利の方が全然いいわけや、うん、そ,そこでいうとだから昨日9月8日に来られた黒帯さんの大西さんとかもえぐかったもんねいや大西さんやばいね大喜利の回答とかで俺あの丸亀ジャンゴの安場さんとかも角刈りのね安場さんとかもやっぱね、うん 大喜利で昨日のライブで「ゴマ釣り選手権」っていうコーナーやったあああったあったそうで例えばお題がバン出て昨日だったらウってて「ウルトラマン」って出てウルトラマンを「ゴマ釣って褒めよう」みたいなそれが社会の,そのご社会で生きていくためにはゴマ釣りも大事だよっていう趣旨でそれをやっていくんやけどで俺がコーナー出て「うん、ウルトラマンを褒める」とか、うん、バーっていろんな子を褒めるんやけど、うん、やっぱりこ,のこっちはその得意じゃない僕とか、うん、カーネギーの沙和とか。うん ローーリンングモンキーの勝とかはやっぱり、ね、トップバッターとか間の真上でいくしかないんやけど、うん、やっぱその中村啓太、うん、デメキンのし、そね、あの厚でその黒帯の大西さんとかはもう、うん、ちょっと丸神さんごの安場さんとかはもうやっぱこのエッジの効いたというかいう、ね、ちょっと間が空いても、うん、なんかその一言でなんか全部の空気が変わっていくぐらい受けるみたいな。 やっっぱ持ってかれる,かれるでその瞬間に、はい、しかもその次にお題が卑弥呼に変わったん、ね、やウルトラマンから卑弥呼に変わったんやけど、うん、俺らその卑弥呼の知識がないと <laughs> <あ>ウルトラマンってスペシウム光線だったりとかバルタン星人とかいろんなものから3分とか。うんうん でも卑弥呼を知らないとこっちとらそうねだって少なくとも一緒に行きたやつはおらんもんそうそう絶対に一緒共にした人にしかもいたかどうかも定かでそれのお題が出た時にやっぱこのみんな回答がちょっとあんまりこのさっき言った元気組もテンポでけんやったんよでけ見やったんやけんやったんうわ それきついわ。そう、うん、で出ないやったんや。うん、ででもその中で安場さんとかが、うん、そのマレカメちゃんが安場さんとかは本当にいたかいてないかって感じエロいっすねとか、うん。<laughs> そでシがバーッて言ってシが見た目でいじられたりするデミキンナ淳っていう後輩がいるんですけどちょっと小太りでで青の上下のセットアップ着て茶髪がちょっとかかった髪で髭も生やしてみたいなとこギャンブル好きそうそうギャンブル好きやけどやっぱりその大阪の方とか来られた第一印象からしたら例えばキャバクラ営業してそうとか経営してそうとかそういう第一印象のやつやん。 やっぱ寺内さんがそこ卑弥呼でやっぱ出ないっていう空気を読んでお題を淳に変えたんやそこでもうそのスタッフさんとかも全部その、うん、なんていうスクリーンの文字も全部淳に変えて早い、ね、そうで淳をみんな褒めようみたいな、うん、そうなった瞬間の大西さんが「牛丼好きそう」<laughs> とか。<laughs> そんなとかでやっぱいやでやっぱそのよくないお金の作り方知ってそう安場さんが言ったりすでもお金持ちとかいう第一印象のイメージあるんやけどこっちはもうそのの中身を知ってるわけ金がないとだからその初対面のやつらのほうが強いのよ確かにそこでやっぱ大喜利で持ってかれたみたいなところもあるだから向き不向きよねその大喜利に関してはの まあそのどちらかというと俺もその,なんそのエッジのやつからしたらやっぱこれこうなんですか深い話になるとやっぱ逆にそっち側は助かるやいやそうなんやねそう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 ペースが作れないからこっちはでもその質をどんどん出していかないとダメですからそのペース作りはやっぱその卑弥呼の時は全くで最終的にめっちゃ面白かったのがその大西さん黒帯の大西さんがうわっ これひみこかあつし、これどっちを埋めてるかちょっとわかんないんで皆さんに決めてほしいんですよねみたいな。って言ってテラオシさんがバーって言ってじゃ何言ってるバーっていや肉めっちゃ食いそうっすよねあつしやろみたいな。そのだからコーそうコーナーの立ち振る舞い前もめっちゃうまい確かに。だからそこ俺ねちょっと見ててそのペース作りペースメーカーの元気側としてはもう全部持ってかれたコーナーのペースも持ってかれたしみたいな。 そこはねちょっと圧巻でございましたごめんなさい全然話変わりましたけどもちょっとまだ途中だったので戻りますね <laughs> 途中よはいでラジオネームにわじるエリさん先ほどの途中でございます大喜利のお題をリスナーの方に出されてみんなで大喜利するとかも放送でやってもらいたいですうんでは楽曲にはかなりの重さがいるのでそんな方たちとヒリヒリした大喜利とかもやってほしいですそうですねなるほどだから、まあ、<で>やっぱりお笑い好きラジオ好きが出すお題の中で っい,いっぱいいますもんね、なんか、き職人の人とかはやっぱ、もうラジオネームからやっぱちょっと感じますね、おもしい強いなって思いますから、ねね、います、います、います、じゃあ続いて、えー、ラジオネーム、けん玉協会、かっこかりさん。米沢さん、坂下さん、こんにちは、フリートーク会聞きました、なんかいつもよりラジオっぽくて、個人的に好きな会の一つになりそうですと、おとなしくクールな感じと思っていた坂下さんが、実は忘れん坊さんだと知り、なんだか親近感が湧きました。 そして米沢さんの亡くし者の話は、はい、米沢さんのあそって焦っている姿を勝手に想像してくすっとしてしまいました。これからも福岡吉本一のおっちょこちょいコンビとして頑張ってください。<laughs> またお二人の日常トークを聞きたいです。おおお楽ししみにててまますすあありがとうございいっちちょょこ自覚はあるおっ ちちょこちょこいではないいいと思ます。いやでもこれに関してはそのおっちょこちょいっていう自覚がないことが一いやいやお,おっちょこちょいってなんかその多分俺の多分その何すかその小さい頃からこう育ってきた時のそのニュアンスが俺違うのかもしれないおっちょこちょいというみんなと価値が持ち上がってそもそもおっちょこちょいってなんかめちゃくちゃ焦ってるてんやわやわしてるね るやつがなんかミスしてほらほらほらみたいな,たいなあもうおっちょこちょいやねもうやっぱりみたいな俺違うよなん,冷静な,のなんか見た目冷静なのに、うん、なんかなくしたよだからダメなんだだからおっちょこちょいではないやんだからでもそれがやばいそれが一番やばいちょいではないんやだからおっちょこちょいではないじゃ分かったそのけん玉協会さんに言うけどおっちょこちょいではない,い,はな,い <laughs> ないのよただ一番やばい,やばい <laughs> 助けようがない。でこっちからしたらそのお前が思い描くおっちょこちょいの方がなんかやらかすんじゃないかなって見てしまう気になってしまうから <laughs> で見せた時に助けやすいからそお前はその冷静沈着で虫しとっても置いといてもいいやそっとしておいてもいいやって感じでいつの間にか焦ってるから <laughs> そ,るその変な角度で焦り始めてるからいやそうなんだ,よだからそのなくして初めて俺おっちょこちょいいやばいそれはやばいやばいってこっちがやばいやばい <laughs> やばいやばいやばい

じゃ続いていきますよラジオネーム駄菓子屋はるちゃんさんでございますあ,ありがとうございますインクルージョーさんの NG なしの開けっろげ開けっろげトークが面白いです <laughs> っっおっちょこちょいでございますおっちょこちょいがおっちょこちょいが <laughs> やばいぞ <laughs> 開けっろげって言ったことあるこの世で <laughs> いやでも言ったことないけどだい字見たら分かるいや見てよじゃあその見て開く扉が開くの開くねがが開始の開い いやこれ開けっぴろって言うって言ういや言うよ誰が開けっぴろ開 <laughs> けっぴろは絶対ないや開けっぴろげね開けっぴろげトークが面白いですと、うん、米澤君のナンパでは歩くのが遅くて姿勢が悪いこの話しかけるやりましたね、はい、僕がどういうナンパをしてる <laughs> 普段ナンパをしてる人にどういう,こう声かけるかっていうのでやりました、うん、という話にハッとしましたあらほうの今となっては誰に声をかけられることもありませんが若かりし頃思い当たる節が多々ありますと そしてヘラヘラ話してました姿勢大事、うん、だからやっぱりこの高島春ちゃんさんも昔はやっぱり歩くのが遅く姿勢があまりこの胸を張ってない歩き方だったからやっぱり声をかけられてたと、うんうん、でまた「どっちがいい男」の回では坂下君の「ファイナルアンサー」とか「雨どれがいい?」とか最高な開始でしたと、うん、あああれですよね これも思い当たる節があって米沢君の言う通りほんとおり本当バカ女だったんですけど自分から別れると言っておきながらすんなり受け入れられるとやっぱり私はいらない子なんだと落ち込んだ過去が私にもあります。そんな時にファイナルアンサーって聞かれたらファイナルアンサーじゃないと撤回できる気がしますと。 <laughs> だから米坂下が言った回答が正解なのよ<笑><笑>でも節約が得意な坂下君は結婚相手にもなんで節約できんとなどと責めそうだし <laughs> おっぱいはなければない方がいいという米沢君は一見貧乳に優しそうに見えてやっぱり簡単だから自信がない人を狙うんだなと思うと <laughs> インクルージョンのお二人はどちらもモラハラ予備軍な気がします <laughs> ちょっと待ってくれひどい言われようひどい言われようよ ないやねないないそんなことないって <laughs> じゃあまずあなたはその節約が得意な坂下君とその節約が得意って倹約家っていいイメージじゃんうんそんなのになんか節約ができんとってこう責めそうらしい, <laughs> いやそんなことせんよ俺マジでその俺なんかその俺好きから入るからやっぱりもう,もう好きだから何やってもいいよ俺もうその子がじゃあ例えばその豪遊とかして例えばじゃ裏で干すと言ってますとか

<laughs> ね、ちょっといろいろ聞きたいだから米沢の坂下の女の子の前とかは知らないんですよ全くだからちょっといろいろ話を聞きたいですいつかできたらなと思う生放送じゃ絶対できないけどおっぱいはなければない方がいいという米沢君は「品乳に優しそうな意味でやっぱり簡単だから自信がない人を狙うんだなと」とのこれはじゃこれはいや違う違う違うっ違う違う,違う、うん、これは駄菓子屋はるちゃんさんが悪い <laughs> <んで S 2> 明らかにその品乳が品乳が簡単とか思ったことないですか <laughs> 一回も全然思ったことないそれはこの子のこの子とこの方の考えであって一回も簡単とか思ったことないし全然 <laughs> いやでも多分そのなんだその嘘と思ってんのよそのお前が貧乳好きというのがう <ん S 1> そうなければない方がいいっていうのが多分俺は嘘と思うようなだからああうそうだってないの嫌や全くないのいやだからなければない方がいいって言ってる 俺がモテようとしてるってことその他の人たちってだからいい,よいいふうに思われたいんかなってなんかちょっといやもこれはちょっと使えるか使えないかは分からないですけど <laughs>、うん、その見るのは大きい方がいいよグラドルとかそれはそうや<ー>じゃするのは貧乳の方がいいよっていうことね <laughs>、えー、ああそうああなるほどそこはその使えないかもしれんけどしておきますだから<ー>その,だかその貧乳は簡単じゃないよっていうのはもうこれは言いたい ああ貧乳だから簡単ではないですこれは世の貧乳の子に怒られますよ君はさ <laughs> <laughs> あこれを聞いたら若い女の子たちにインクルージョンを彼氏や夫としておすすめはできませんが芸人さんとしてはとっても面白いですハンガーハンガー男の子の本音が聞ける人生の勉強になるラジオですとあ いいえそのうまくまとめたようにしてるけど <laughs> その前にその彼氏は夫としておすすめはできんらしいしね、うんうん、まあでもこれはでも一であるでも芸人は多分本当おすすめできないいやじゃあ芸人だからとかじゃない,いやもうこの書き方 <laughs> まあ確かに、ね、貧乳好きだから」みたいなこと書いてるから <laughs> おかしいな話はね難しいホに難しい,いまあまあまあでも <laughs> 嬉しいですねこういう。 嬉かいやそのこういう意見もさんか結構初めてじゃん結構さっと言われるさっとくる感じがねしかも俺も珍しいそう珍しい米沢がこう言われることは結構あるけど坂下が言われることはあんまりないかもしれない確かに確かにこういう方も聞いてくれて確かにね意見としてはね「貧入好きは簡単と思われてたんや」っていう相当根に持ったそもない俺はもう俺その本当にショックいやだからこういう女性もいるっていうことやからまあそうねみんながいいってわけじゃないかに。か キングオブディオインクルージョンのハンガーハンガーラジオネームコスモスは秋の色さんインクルージョンのお二人こんばんは初めてメールをいたしますありがとうございます、はい、吉本の YouTube なのでお二人のことを知りポッドキャストも聞きましたうわあ,あ嬉しいね確かにそのルートで、ね、ルートでも聞いてるそうそう,そうで,<も>でこないだなんてそれこそごめんなさいちょっと話は途切れますけどその吉本の YouTube なので俺のことを知ったって言うけど、うん 23年前のネタが1本だけ上がってるやんあったそういう,こうライブそう「鉄板ネタ」っていうビブラホールが昔吉本の劇場やった時に新人にあって、ね、そう、うん、それを YouTube 撮影して YouTube に上げるっていう23年前のネタを今1本だけインクルージョンって調べると上がってるのよそれやってないんやけど今ね,っね全くそのネタがあるんやけどそのネタを見てインクルージョンのことを知りましたっていう人がこの間大阪から来たのよえー、そうなん 男性の方が<え> 2> でその2連休だったから福岡に来て、うん、次の日のライブに行きますとあじゃあえライブ来たこ,こ,この間来たあそうなんで米沢君からチケットを買います、うん、ということで手を売りしてその手を売りしたっていうのもその2日の一番最初の初日に福岡吉本芸人の若手がやってるバーに飲みに来たのあそうなんやバーでそれが男性の方なんやけど、うん、飲みに来て あ男性の方そうそうそう,そうすごいなで飲みに来てそこでバーって話してでいろ、うん、んなお客さんと交えて話してでなんで福岡が来るきっかけになったお仕事か何かですかって言ったらネクストライブ僕らがやってるライブを見るためうわすごいマジででそのためだけに YouTube をたまたま見てから福岡休みの日に来たってわわざわざ <laughs> でライブを見てくれてそのまま帰ったん めっちゃすごくないやすごいうしいわ完全に俺ら目的ってことそう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 うわうしいでそのライブを見て「ありがとうございました」「手レりありがとうございました」「また福岡来られた際はご連絡ください」みたいな俺を言ったら舞台に立ってるインクルージョンのお二人を見て「泣きそうになりました」みたいな親目線でええ何歳ぐらい28か9でも結構年も変わらないというかまあその同じ20代2代え嬉しいよねんかそのんかこの YouTube のあの一本ってちょっと消してほしかったん俺らからしたらわかるわ、ね、これめちゃくちゃでも今やってないしみたいな、うん、その過去の,そのめっちゃ再生回数いってるわけじゃないし、うん めっちゃ面白いわけじゃない、うん、ネタを消してほしかったけど消さなくてよかったなってその時にまずこういう需要もねそうそう思いました、うん、ということでその続きいきますポッドキャストで相談されているエピソードを聞きましたね自分も送らせてもらいましたと、はい、実は自分が人とうまく話せないことで悩んでいます、うん、家や気の知れた友人の中ではおどけたり面白い話で盛り上がったりしているのですがひとまず外の世界に出ると萎縮してしまいあんまりうまく話せないのです うん、学生時代もあいつはおとなしいなと言われてて心の声ではそんなことないとめちゃくちゃ喋りたいと思ってました。うん、どうししたらリラックスして職場や あまり仲良くなない人とも普通にに会話でできるるよううれるんでしょうか、うん、コミュニケーションのプロと言われている米沢さん、うん、圧倒的な面白さの後輩でも慕われている坂下さんアドバイスください <laughs> お前後輩慕われてる男もう勝ったんやんかこれ出たが勝っただから証明してんねん何回も言うけど俺はその金でや,っやかましいです <laughs> やめろ俺が金で雇っとるみたいな <laughs> 確かにもうその今日もねあの後輩の太宰っていうコンビこの KOR を水曜日担当してる太宰の哲からそのから 昨日アイスありががとうござざいいましたみたいなが来たたみな来わ,ざわざね送ってくれた、うん、でその前のトーク見ても昨日はごちそうさまでしたっていうそれ <laughs> 以外の会話は <laughs> 全然してない <laughs>、うん、だって俺が何て送られるか知ってるあす遊びとか遊びしてるんですあはありがとうございましたま,また遊んでくださいっていまた遊んでくださいお前何やろごちそうさまでしたごちそうさまでしたありがとうございました<お>お終わりで終わりやな <laughs> ほら また遊んでくださいあ違うこの人の質問に答えましょうコスモス秋の色さんからの質問ですよ<ー>どうしたらリラックスして職場やあまり仲良くない人とも普通に会話できるんだでもこれって生まれ持ったものやまあそうねだから坂下なんかもう身内の中ではもう喋るやんめっちゃまあまあまあ喋る。べる高校の同級生とかと例えば飲み行ったとか遊び行った時とかも 一番喋るや、まあ、なんななら <laughs> まあそうね確かにでも別にその学園に行きましたってなって大阪の先輩たちと喋るってなったら全く喋らんや、うん、うん、そのおらん時もあるしなんなら <laughs> そう、ね、でも俺は別にそのどこに行こうが、うん、一番喋るやんででる、ね、だからお前生まれたものと思うけどないやけどでもその克服はやっぱできると思うよやっぱりそのだからこの方もあれあれその聞く方間違えてる どっちかとという俺よりやろ俺に行きにかんとだってそっちよりですから確か確かねだから周りの身内ではめちゃくちゃ喋るけどその外に行ったらあまり喋れないというこのコスモス秋の色さんと同じ結構一緒やんそう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 でもこの方は身内の中では話すそうそう脅けたりとか面白い話で盛り上がったりすると話せやる外の世界ではやっぱそのために話すどうしたらいいんですかってことは森に行きましょうはい森なんで森分かったって 森分かったってあのねまず人と話そうとすることがまずちょっとよくないんですよまずは森とかに行ったらやっぱ自然の動物たちいっぱいいるじゃないですかそこから話しかけていかない怖わっ神秘的で鳥とかも肩に乗せてねええ日今日の森の具合どう森森ののの具具合合何言われれるそは普通にチチュュンン やるだけいやそ,そっからでいいのよそんなそっからでこれもあのかい生物としては一緒や,一緒やから地球上に住んでるものとしては、うん、会話はじゃ成立はしてないんや別にいやし,しなくてねいいそ,そういうのを意識してるから多分会話できなくなる人間の方がもっと難しいよいやそりゃんて返ってくるかわからないか,ら確かに。これはチュンチュンよ絶対返ってくる、うん、またやっぱここからキャッチボールはできるしどっちボールしてるって <laughs> 全然一方的にお前が投げてるだけよずっといやでも向こうもチュンチュンの一方攻撃やから、ねうん、<laughs> 難しい話してるでも知っ鹿とかもおるからやっぱそういうのもはな、うん、話しかけて、まあ、餌とか持ってたらいいんじゃないやっぱえそれ鹿ばバーって話しけどなんてその森の具合どうって聞くのその鹿にもあそうですそう,ですそうです鹿はんて言ってくんのて言っウォーウォー」って「ウォーウォーな」な、うん、ちょっとそのイラッとしてるんや鹿も <laughs> まあそういやてかこういう鳴き声やから鹿あなるほど、うん だからこうでどんどんランクを上げてランク上げていくと森のねあとは、まあ、ちょっとょ商店街とか行って森の商店街うんちょっとランクを上げてねランクを上げて森の商店街商店街あたりに行ってうん、うんうん、次その商品売ってあるやろ、うん、何が売ってんのその森、ね、でそれはあの 入浴剤とかあえ、森の香りみたいなのあるじゃん森の香りあ森の香りの入浴剤バブとかありますねそっから来てますから森あもう本当にその空気をだってお前思ったよそも森の絶対お前あの何でも突っ込むからそのボケじゃないところに突っ込んだりするんたまにたまにありますね絶対お前も突っ込んだはずやと思う最初そのバブ見た時に「森の香り」って言ってわかるかと思って思ったよそれなんでわかるみたいなうん だからそれは本当に森から販売してるそうなんや、うん、実際にそうよ。そっから来とんのえ何の話これ <laughs> いや克服するためにいやねかだから自然うバブの話してるだから自然の自然自然からまずこの人からじゃなくて順序不毛っていういきなり人間と話そうとするからえあそれは坂下は一発目は森に行ったってこと いや、そうよ。克服する。俺も最初苦手やってから。うん、だから森では大回しよ、俺。え嫌 <laughs> な人、お前。森の中では。帰って今後いいことに。<laughs> 大回し。大回ししてるんや。大回し。で、だんだん身内になって。うん、でもその、あなたも、その、外では話せんわけやん、まだ。いや、でも俺、話すようになったらやっぱそれが生きて。あ、森が生きて。森が生きてきて。じゃあ森に行くべきってことね、この人は。森に行った方がいい。できるだけ山を えそのここ,ら辺で言うとどこ,この福岡の人だった場合ミノーレンザお前クルメやねんちゃくちゃクルメやねん大事じゃあミノーレンザっ俺,俺がそこやからあ,あそこで習ったからねミノーレンザン、うん、<laughs> 動物俺が行ってた高校の後ろの山ね <laughs> 山ミノーレンザンそれさいたわ、はい、<laughs> キングオブレディオンインクルージョンのアンガーハンガー 続いていきますよ,すよ、はい、ラジオネーム SHO さんだからです。久しぶりにメールをいたします最近はポッドキャストの番組がたくさん増えて YouTube もラジオ系の動画が多くなってきました。昔のラジオ番組なども聞いてます。うん、本当に神会って言われる会話は面白すぎてその時代でリアタイしていた人が羨ましくなります。うん、数々の各番組で神会だけ集めて繰り返しで聞きたい。ハンガーハンガーの神会は生まれそうですか今の時点ではどの会で,でも結構なんか前もありましたよね、こういう質問。その今まででで一番お好きな会話は何ですかっでもその時からは だいぶ立ってるからねその時はやっぱりうちのスタッフの,あの西津さんとか渡辺さんとかそういう方々を紹介する回が俺らはやっぱ大好きやったしそのハンガーハンガーとして一個この距離が縮まったかなっていう回になってるから、うんうん、そこは好きやったけどでも最近ねでもやっぱ俺はあれですね、あのー、前の回だフリートークだからあ、はいはい、はやっぱなんかよかったかなって思いますたも、ねあのー、物をなくした話の ついこの間の話でそれはやっぱなんかこうなるほどでんか素をこうねお互い出してるというかそういうのはなるほど確かにああちょっと予想外やな何やろなでもいろいろまあ確かにやりましたからね大喜利もそうですし大喜利の回でも俺結構好きやけどなうんまあいっぱいあるそれこそ全読みもねあるから番 ダントツでやっぱサイコロトークの会がやっぱ <laughs> サイコロトークサイコロトークの会がやっぱダントツで一番好きまだちょっと分かんないですねサイコロトークまあこれが何の会なのかちょっとああなるほど来週分かるという <laughs> あんまりない告知の仕方はな、ね、い来週聞いてくださいね <laughs> <laughs> あそうまあでも楽しみだから来週のサイコロトークの会が神会になると。 思いますので先行投資ですよねもうこれが予約してます来週のサイコロトークは神会になりますよと言ってるんでぜひ来週も聞いてくださいお願いしますよしゃじゃあユーザー坂下いけるいやいけんいやいやいけるいやいけんないけんいけんが多いいけんが多いけいける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 いけけるいけるいけけける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 けけけいるい インクルージョンのハンガーハンガーあと2枚でございます<あ>ラジオネームいい次は終わってしまったさん、うん、メールしてみました最近、はい、芸人さんのラジオが本当に熱いです「オールナイトニッポン」も「ジャンク」も、うん、面白くてさらにポッドキャストやラジオアプリなどいろいろ番組があって少しだけ空いた時間などにラジオを聞く楽しみになりました嬉しいねなんしいね、うん、なんかこの水曜日にも2時間生放送やっていける テンンションにももなっっててくるるねねここういういとと言ってもらえると、ねうん、お二人はラジオのお仕事どうですかやってみたかったお仕事でしたか「もュンガンガが地上波に行ったら何をしたいですか楽しみにしてます頑張れと、うん、そうねこのいやでも俺思うのはそのやっぱこのラジオの仕事をめちゃくちゃちょっとやってるじゃない今、はい、なんか今年になって急にいっぱいいろいろラジオやるやんやっぱ。 思うのはやっぱななんでラジオ聞いてなかったやっぱその<ー>たやってみてや,やる楽しさ面白さはもちろんその聞く楽しさ面白さを分かったからもっとやっぱ聞くべきやったなと思いました、ね、こんな楽しいコンテンツ、うん、確かにがあったやって YouTube とか見れないやっぱ俺らの世代っていやだから若い人にも,もっと聴いてほしいラジオ若者ってやっぱその目から入ってくる情報で笑いをでも、ね、欲しがってるからね、うん 全然違うやんやそれはちょっと発信したやんなんか俺らで確かに俺らがバーンって言った時にラジオの良さをね、うん、だからこの「ハンガー・ハンガー」と「キューパレ」も続いていって、うん、俺らが例えば m 1優勝バーンってなった時にラジオを聞いてラジオ面白かったって思ってもらえたのね、うん、まあでも熱い話を一個するならば、うん、俺はこの2人はラジオの仕事どうですかやってみたかったお仕事でしたか、うん、っていうのは、うん、俺も全くない本当にゼロと言っていいぐらいラジオは聞いてなかったよ 今までがずっとねその何が面白いかも分からんやったし、うん、ラジオの,そのもう反骨精神ごめんなさいねこのラジオのスタッフさんの前でのもあですけど寝るし途中でラジオ聞いてでもあの俺らが NSC の頃かなんかに漫才で、うん、コント漫才かしゃべくり漫才どっちにするっていう話をして で俺らはそのインクルージョンはその米沢と坂下が高校の付き合いからで普段この普段やってる掛け合いがそのまま漫才に出れば必ず面白いと、うん、俺らで話し合ってなって <laughs> その時に、えーとね、坂下がねブラマヨさんが、うん、ブ,ブラマヨさんも確かコント漫才かなんかしてたとかなんでラジオでその普段喋ってる感じが面白くてそれにお互いが気付いて漫才に喋れ漫才にして M−1 優勝したと。うん、っていうのを聞いてから。 ラジオをやりたたいい仕事の一つになったというかあ<ー>だから俺ら<っ>その変な話ですけどここから漫才になるように俺はそのイメージしながらやってる、うん、ああなるほど、ね、そうそうそう、ね、でこれ、まあ、この番組をそのまま確立していくのはも,もちろんやけど、うん、変な話そのこれを踏み台にして、うん、漫才としてもっとその幅が広がって自分たちの漫才が築ければなっていうのでやりたい仕事としての一つにはなったそれまではもうやりたくもなかったし。 やりたくもなかった誰も機関士とそこまでそう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 でもまあ確かに誰も機関士聞いてないなと思うんだっていうそ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 うだからこそでもでそのラジオブームももう来いやろだから新聞が終わったようにラジオも終わっていくんだろうぐらいのいやでもこれ思うのはね俺ラジオ多分ね終わんないいやだから今また来てるやんだからやってよかったなとはなってるよもちろんもちろんそれは長く続くわと思うねやっぱうん キングオブ・レディオンインクルージョンのアンガーハンガーじゃあ最後の、はい、熱くなりましたけどもはい、はい、最後はあの皆さん大好きなあのお方からえゴリンボーズおにぎり丸のライバル出たラジオネームジョン・スミスさんからですジョン・スミス来たかインクルージョンのお二人こんにちは半年ぶりのメールだけど覚えてくれてたら嬉しいです、はい、半年ぶり <laughs> そうもううそやん半年前始まってない,っていこのラジオ、ね、<laughs> 俺もなんかなんかうんってなったからはいっていう <laughs> 一番よくないよ太陽が <laughs> いくら九州福岡というと1月はやっぱり寒いもので、うん、ついついコンビニのおでんに手が伸びてしまいますねあと言ってもルフィのように伸びちゃうわけじゃないですよお二人のファンらしくちゃんとロボコンの方の伸ばし方を採用させてもらってますまあおでん嫌いだから見るだけで買わないんですけどね もうちょっと、ちょっと、もう、止めるわ一旦。<laughs> ちょっと、いろいろ整理しよう。そう、ちょっと、一旦、いろいろ整理するわ。まず、その。一月は、やっぱり、寒いもので。って言ってるけど、その。送ってきたのが、八月三十一日やし。めちゃくちゃやって、<laughs> マジで。うん。 そんなことはどうでもよくて以前坂下さんがマルチバース理論を解いてくださり感激しました、うんうん、自分でもどうして知らない次元に来てしまったのか分からず不安で不安でたまらなかったのでそういうものだ,ものだと知れてとてもホッとしました、うん、今いるこの次元が愛着が湧いてきたからこれから、ま、戻れる方法を模索するのをやめてその時間にこのラジオに送るメールを考えてみようと思います、うん、これからもラジオ楽しみに待っていますわでもそれはちょっと危ないよまあもう やばい。この別の次元に。ちょっと待って。いるってこと。ちょっと待って。よし。はいどうぞ。このこのこの次元に来て今も滞在してる。ちょっとマルチバース理論のもう一回言って。その覚えてないリスナーさんもいるから。俺も分かってない。その覚えてるわけもないこんなもの。今俺ら今自分が生きてる道あるやん。道あるその次元がね。今まで生きてきてる。これとは別に。 別の次元が存在するんやん別,別の自分が生きてる人生があるのほにも、うん、まあ言ったらななんていうんだこのパラレルワールドみたいなのがこのマルチバスなの、うん、でこの人はその,その別の自分の次元に来たってことなのよほかだから俺この今歩んでる人生以外にも なんか分岐点っってやるやるぱここでもし芸人になってなかったら俺らで言うと芸人になってなかったらの人生も存在するで俺らは芸人になった人生選んでるからこの分岐というかいろんなそ枝分かれしてるん言ったらその芸人になってない俺がその芸人になってる俺の世界に来たってことね、うん、じ別の次元から来てるってことやからね、うんうん、だからこれ危ないのはでまだ滞在してるやんやろ、うん していいだってなってるもってなってるんやろだから俺はよくないことしたと思ってるマジでこれその次元に二人存在してんねん自分が二分ってことねそう二分よ将棋で言うとルール違反なんだからだから本次元じゃないやつは消滅する消えていくだんだん本次元じゃないやつがやろないやつがだからやばいずっと滞在してるえっとだからその 今いる次元に他のやつが来たっていう例えを言いましたけど、うん、この人は他の次元に行ってるってことやろそう他の次元に行ってるんだよ。で他の次元に行ってる時はそ,こそっちの次元の人からしたら他の次元のやつやから消滅するからここの子は消滅するってことだからその,そ,その次元の自分がおるやん、うん だからそれはあの現実的におかしいからということでやっぱ消滅するやんそのどっちが消滅するのいやそれは別次元のやつだからいこの子がうのそうこの子がだからやばいよこれ<っ>どうしよう <laughs> だからやばいってだから早く一刻もだから今いるこの時期にも愛着が湧いてきたからこれから戻れる方法を模索するのはやめようと思ってだからっていうのをららう模索した方がいいといい今すぐその時間このラジオに送るメールを考えようと思うそのラジオにメールを送る前に 模索した方がいいといやラジオメール送れ<あ>消滅するよ <laughs> いやこれは大事にしてほしいやっぱこっちのラジオだって向こうではやってないやろ漫才っていうものが確か前回あそんな話してたな <laughs>、ね、だからそれは楽しんでほしいけどちょっとジョン・スミスさんのメ,あのメッセージも取っておきましょうずっと過去の放送からこう <laughs>、うん、こねくり回さんともわからんくなってくるジョン・スミスさんいやそうねだからこの手帰れたかも心配し ちゃんと帰れたかもちょっと追求しようじゃ俺心配よジョン・スミスストーリーが出来上がってるからね、うん、だから俺その消えた人はまだ出会ったことないよ俺、うん、みんなちゃんと帰ってるから、うん、だからどれぐらいの期間まで持つかっていうのはまだ俺は分かんない消滅するのは確定なんやけど、うん、だからそういうのも検証できるから、うん、お前検証しようとすんなってこの人 <laughs> 早く帰ってきてって言えや, <laughs> <つか> <laughs> やでもそのメール送るのはメールを送ってほしいからねで、えー、初日の出を見ながら送信しましたと。 <laughs> 最後に変なのぶち込んでくんなってピ <laughs>、えースピースあるジョン・スミスさんからの PS、うんはい、漫才のことはまだよくわからないけど「m 1グランプリ」というテレビでの優勝おめでとうございましたあの番組って次はいつ放送されますかとえ何優勝なんてなんてなんて <laughs> ちょっと待ってっもう漫才う漫才のここれだからお俺ね多分 そう自分でで最後の PS 読んでください、うん、これね俺もうこいつのせいやは全部全部坂下のせいですよねマジでの <laughs> 次はいつもそ <laughs> あ俺ら優勝してるってことそう <laughs> その別の次元で <laughs> でも別の次元で漫才ないよね <laughs> 1> m 1グランプリあじゃあえ別の次元の m 1グランプリは漫才じゃないんやじゃあ何よじゃあ ムッってするワングラム。ムッってするってなんかや、<laughs> じゃなこれ。なんかやムッってするワングランプリってお前。やってみよう今度。ムッってするワングランプリ。<laughs> ちょっと追求しようこの方をも,もうなんか全マジでお前のせい。えー、全然<部>。いや,いいやお前本当に坂下ワールドみたいなのをなんか調子乗って作ったせいで。 なんかいいやってなってんよいなんてなのいいよ別にいこういうメッセージって面白いから「ゴリンボおにぎる丸」さんに関しても「ジョン・スミス」さんに関してもこういうメッセージを面白いから「うん、駄菓子屋はるちゃんさん」とか思い出して「<laughs> 貧乳はか簡単じゃない」とかそんなメールの方が米沢はやりやすい,い,やいや考えてもありがたいから。うん こういうことメッセージ送ってくれるって多分分かんないけどの他のラジオであんまないじゃないですかだから坂下ワールドがいろんなところで広まってるなっていう嬉しさはあるよ嬉しさと疲労が比例してるからずっとまあそうねただちょっと一つまあ分からんけど怖い推測をするならばお前ゴリンボーズの可能性も分かる同じことを言おうとしただから並行してるジョン・スミスとゴリンボーズで戦わせようとしてるとね で,自分でも本当はそのマリオネットはその同,じ人そじ同じ人が操作してる可能性もあるからまあその「ゴリンボーズ」が分からないっていうのはあの火曜日に天国配信っていうのを僕らがやってますんでそれは「ゴリンボーズおにぎり会」をやってますのでぜひ聞いてくださいお願、はいしますキングオブ・レディオインクルージョンの「ハンガーハンガー」 いいややお前ちょっと疲れるなって一応まだ終わってない何やこれもメール終わってないんやかマジで駄菓子屋はるちゃんもマルチバース分かってないよ絶対に聞いてくださいちょっとその前回のメール全読みか全然あいや前回のメール全読みだそう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 第4回メール全読み書いててるからちょっと聞いてください皆さんいったマルチバースというものも何なのかジョン・スミスゴリンボーズおにぎりまでいろいろ ちょっと推理しなきゃいけないものがありましたけどもたくさんのメッセージのおかげで楽しくラジオさせていただきました、はい、ありがとうございましたということで、はい、このポッドキャストへのメールお待ちしておりますメールアドレスは kor.rkbr.jp 小文字で kor.rkbr.jp までお寄せくださいということで本当に面白かったというか珍しいメールもたいっぱいあったしねそうねうん楽しかったまあ豊富 そうしかも今回はちょっと一つ一つにこの深掘りというかいろんな話をさせていただいたんででやっぱそのラジオ聴きましてありがとうございましただけのメールがマジでないそう,そう全部何かしら書いていただくってこれがすごくありがたい俺からしたら、うん、まあありがたいけど別なんかこう思ってないかもしれないけどなんかそんなに普通のありがとうございましたメールだけじゃダメなんかなって 思ってる人がいるならば、そういうわけではない。それでも全然ね。うん、そうそうそう。もちろん、そうですから。では、あの、ぜひ、あの、生放送の方も、ハッシュタグキューパレで。拡散していただいて、そちらの方も、メールがありますので、そちらの方にも、メールを送っていただいて。あの、大変だと思います。ハンガーハンガーとキューパレと、両方ね、メールを送るのは、大変だと思いますけども。ぜひ、皆さんのご協力、よろしくお願いいたします。ということで、ツイッターなど、S. N. S. でも、感想をお待ちしております。ハッシュタグ、んがんが。 カカタカナんがんが伸ばす棒でお願いいたしますまたは「ハッシュュタグキューパレで」でたくさんの、あのー、感想をぜひよろしくお願いいたします,すということでじゃあもう最後は、えー、坂下占いで締めてよっしゃ行きましょう、はい、次回の神回となるサイコロトークに向かって走り出しましょうはい行きましょう今日が9月23日今配信中ですので9月24日の、はい手座の運勢は、はい、うわちょっと てさだけちょうどわからんわゴール表ばかり見ていると、羨ましいし、恨めしい。なら見てみよう、裏側を。聞いてください、裏話。努力はきっと裏切らない。 裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して藤原玉城日曜の裏 RKB ラジオで毎週日曜朝10時から放送ポッドキャストでも同時配信しています。